どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。黒崎龍です。さあ本日なんですが、黒崎と龍との魂の絆デッキをね作ってきたので、ご紹介をしていこうかなと思っております。レイドラプターズファントムナイツダークリベリオンデッキです。はい、めちゃくちゃかっこいいです。このデッキ、俺自分で使ってるデッキの中で多分一番かっこいいと思ってるわ。うん、ちなみになんですけど、あの手札誘発とかめっちゃきつくて、あの効果無効とかマジきついんですよ。このデッキ展開止まると結構止まっちゃうんで、だからいつもは入れないんですけど、ほとんどねフリー対戦なんで、一応僕がいつも撮影してる場所はなんですけど、まあ魚と、まあ、禁じられた一滴はちょっと残念ながら入れざるを得ないと思って、まあちょっとこれあんまこういうの入れたくないんだけど、まあ、いやあの入れざるを得ないっていう感じで入れてます。まああの墓穴とかで、まあ、うららとか増獣をケアしていく感じですね。で、先行制圧はなんとか禁じられた一滴で止めていくみたいな感じの構築になってます。一応ね、あのガチ構築の方も一応組んでいまして、レイドラプターズはまあ事故りますけどね、結構時間ありますけど、一応誘発ありのデッキレシピもあの載せてはおきます。こんな感じで、はい、まあうららとか増獣とか入ってて、まあちょっと初動札削ってるんで、まあちょっと事故率が上がっちゃうのでね、まあそこだけちょっとご注意いただければなというふうな感じですね。で、カード一応一枚一枚説明していくんですが、ペインレーニアスさん、サイレントブーツが1、ヒール1、バニシング3、ミミクリー3、トリビュート3、シンギング1で、ネクロバルチャーが2、レイダーズウィングが2、ストラングルが2で、羽ボキ1、蘇生1、オロマ1で、ソウルシェイブフォースが2、スキップフォースが1、ネストが1で、スワローズネストが3、はい、脅威の3枚、これあの安定感を出すためです、これ、はい、で、魚の指名者2、それからひとしずくが2、ファントムフォースが1、シェードブリガーナインが2、ファントムクローが1、ファントムフォックブレードが1となってます。これのファントムカードはね、あのラスティバルデシが入ってるからサーチできるんで入ってるんですけど、あのメインデッキに入れる候補として、あのファジーレイニアスっていうやつがいると思うんですが、あのね、ファジーはね、あのレイドラプターズ縛りがついちゃうんですよね。こいつレイドラプターズモンスターしか特殊ができないよっていう効果ついちゃうんで、僕のデッキの場合はあのレイドラプターズ以外にも、あのこういうアークリベリオンとかダークリベリオン、ダークレクイエムか、ダークレクイエムとか、あとダークリベリオンとかを出していきたいんですよ、構築的に。なので、あとあのインフィニティも出していくことがあるんで、なので、あとファントムナイツね、出していくことがあるんで、ちょっとファジーレイニアスは抜きました。はい、で、他のカードでなんとか展開を、ね、補っていくっていう感じですね。シェードブリガンダイとかね、こっち系のカードで。でですね、動かし方はね、マジでね、対戦とか見ていただかないと、なんかもう話し出したらなんか5時間ぐらいかかりそうなんで、難しいんですけど、簡単に説明すると、ワイズストリックスが出せて、その後に、フォースストリックスまでつながるハンドであれば強いです。要はあの都合モンスターを3体展開できるハンドですね。例えば、まあ、一番簡単なのは、バニシングレイニアス と、トリビュートレイニアスっていう、あのこれが一番簡単ですね。バニシング召喚して、トリビュートをバニシングの効果で特殊召喚して、でトリビュートの効果で、オロマイしてミミクリーを落とせば、なんかレイドラプターとサーチできるんで、これでなんかヒールイーグルと持ってきたりとか、できるんでね、この辺が一番簡単かな。あとはまあスワローズネスト絡みすればもうちょっと展開できるかもしれないし、あとペインレーニアスが、フィールド上のレイドラプターズのなんかその攻守どっちか低い方をのダメージ受けてレベル同じになって特殊ができるよっていう効果あるんで、まあ、これが絡んでも結構いけますね。はい、ネクロバルチャーとかレイダーズウィングとかは展開する、自分から展開する方法を持ってないんで、だからちょっとね若干ね初動には関係ないんだけど、ちょっとね入れざるを得ないっていう、まあ、宗教上の理由がありまして、後であの対戦するんですけど、この辺のちょっとモンスターを使ってね、あのぶん殴っていく構築にもなってますんで、まあ、この辺はちょっと多めに入ってます。はい、ネクロバルチャーは特にアーセナルファルコンから出してくるんですけど、こいつからデッキからしか出せないんですよ。こいつがデッキからしか出せないん で、ちょっと引いちゃうと若干微妙なんで、だから2枚入ってるんですけど、これ本当1枚とかで本当はいいですね。で、ランクアップマジックはソウルシェイブフォースだけ2枚なんですけど、あとはまあ全部ねサーチできるんでね、一応ランクアップマジックはそのワイズストリックスの効果でサーチできるんで、1枚ずつでも基本的にはいいと思うんですけど、これ素引きすると強くて、結局妨害を食らってしまった時、ワイズストリックスとかフォースストリックスとかに妨害食らっちゃった時に、なんかそのフォースストリックスとかワイズストリックスとかをこうラスティバルデッシュに変えて、で素引きしたソウルシェイブフォースで
まあ、インフィニティとか、レボリューションファルコンとか、この辺を出していけるので、まあ、これが一番やっぱ使いやすいランクアップマジックかなと思って一応入れてるんですけど、ファントムフォースとかでもいいと思います。ファントムフォースとかも、ランクアップマジック一応できるんですよ。まあ、フィールド上の闇属性モンスター1体を対象にとって、なんか墓地の、闇属性を除外するとなんかランクアップできるよっていう効果持ってるんですよね。だからこれで一応、まあ、ランクアップできるから、まあ、これをちょっと増やすとかもありだと思う。ちょっとこの辺迷ってますね、ずっとね。はい、でスキップフォースはかっこいいから入れてます。はい、フォースストリックスをね、なんだ、レボリューションファルコンにして、でレボリューションファルコンに、さらにスキップフォース、ネクロバルチャーとかで回収したスキップフォースを打って、なんかサテライトキャノンファルコン出したりとかいうこともできますし、なんかねこれかっこいいから入ってるんですけど、まあ、正直別にこれなくてもいいかなっていう気はしてますね。はい、でモンスター効果としては、なんか対戦動画見ていただければ、まあ、分かるかなとは思うんですが、基本的にレイドラプターズはアルティメットファルコンで、まあ効果を相手が使えなくさせて、こいつはエクシスサイトを届くと、なんかその相手はそのこのターン効果を発動できない、カードの効果を発動できないっていうのがやばすぎる効果があるんですよ。これを使って何も相手効果発動できない状態にしてから、レボリューションファルコンとか、あとアークリベリオンとかでぶん殴っていくみたいなのが勝ち筋ではありますね。はい、基本的にはちょっと動かし方はマジでね見てもらうしかないから、早速ね対戦動画にご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。先行はクレディアロー。ハンド墓なんだ。手札誘発はケアできている。先行が欲しかった。手札誘発あったからさ、先行欲しかったわ。黒い旋風いいだろ。やべ、シム。なるほどな、超獣族対決じゃないか。超獣族対決といこう。あ、いいだろう。どっちが最強の取り使いかな。見せつけてやるからな。ちなみに先行制圧されて負けそう。わからん、どういう動きなのか分かんないけど。お、モノコラクあれじゃん、強欲な壺ちゃんとゲットしてんじゃん。早いね。まだ俺半分ぐらいなんだよな。ランク戦全然やってなくて、ルーム戦と動画編集しかやってないから俺マジで強欲な壺のポイントたまんないまでだ俺。やばい、普通にまずいかもしれん。さあアウステルで、そういう風です。お、もう春マッタンじゃないか。春マッタン来たな。春マッタンは俺も知ってるぞ。春マッタンは特殊化成功時なんかレベル上げんだよな、フィールド上のモンスターの。あ、これは上げない。翼の恩返し強っ。強っ。これはハーピーデッキにも言ってましたが、超獣族が2体以上存在する場合はなんか600払うと2枚ドローっていうのがアホみたいな効果持ってますね。はい、めちゃくちゃ強いです。さあめちゃくちゃに強い動きをしていくが、一体全体これは一体何が起きるんでしょうか。とりあえずなんかめちゃくちゃ なんかモンスター並びそうなんで、横にね。 BF って先行展開どういうモンスター立つんですか。まあ、とりあえずなんかあれですよね、シンクロモンスターではフルアーマードウィングがめっちゃ強いですよね。ブラックフェザー、星影ノートに、これはね召喚権が確か増えるやつですね。なんか手札からなんか BF を召喚できるみたいな効果があった気がします。はい、このカードがいるとそうなるよね。はい、でそれまた旋風発動ね。強いね、今のところ強いね。やってること全部レベル6だね。これランク6とかできんのこれ。まあ、シムーン使ってるから闇属性しか出せないと思うけど、そういう風のブリーズは特殊召喚されるレベル3。なるほど、レベル3でおろし。なるほど、大根おろしはレベル1中なんで、まあ、7シンクロができますよね。まあ、BF といえば7シンクロみたいなイメージありますけど、これで何が出てくるんだ7シンクロ。まあ、アーマードウィングとかは多分さすがに入ってないと思うので、まあワイズストリックスだと。貴様めちゃめちゃに強い動きしてんじゃねえか。ワイズストリックスでゼプロス、やばいめちゃくちゃ強そう。7、4、5、6、7、8シンクロか。お、ブラックフェザードラゴン出せるぞこれ。ブラックフェザー出しますよ。ワイズストレックスの効果は、ちなみにリンク召喚に成功すると、超時速のレベル4をデッキから、効果を無効にして特殊召喚するよっていう効果ですね。で、ライキリ。なるほど、そこでライキリと。ライキュリー。ライキュリー。OK。で、4、5、6、7、さらに7シンクロできるのか。これ、そういう風のブリーズとゼプロスで。なるほど、でゼピューそよ風で北上。なるほど、北上効果
墓地の BF を、蘇生ですね。はいはい、ノートゥングを蘇生。なるほど、ノートゥングの効果はこれまた適用されるんですか。あ、ゼプロス、はいはい、これまた適用さ、もう適用されないか、さすがに。ゼプロス、はい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 、 OK です、了解。あ、終わり。なんか妨害なくねこれ。え、妨害なくね。あ、ハービーの反応強い。これ相手のハンドこれ妨害ないんじゃないか。とりあえずレイザーアプターズ、トリビュートレイニアスの召喚。トリビュートレイニアスのモンスター効果発動。このカードは召喚に成功したターンのメインフェイス、デッキからレイドラプターズカードを1枚を墓地に送ることができる。レイドラプターズモンスターか、レイドラプターズミミクリレイニアスを墓地に送らせてもらう。そして俺は墓地に存在するレイドラプターズミミクリレイニアスの効果発動。このカードは墓地に送られたターンのメインフェイス、このカードをゲームから除外することによりデッキからレイドラプターズカードを1枚を手札に加えることができる。これにより俺はレイドラプターズネストを手札に加えさせてもらう。そしてレイドラプターズペインレイニアスの効果を発動。ゲート上のレイドラプターズモンスターの攻守どっちか低い方のダメージを受け、このモンスターをそのレベルと同じようにして特殊召喚できる。そしてレイドラプターズネスト発動。ゲート上にレイドラプターズモンスターが2体以上存在する場合、デッキからレイドラプターズカードを1枚をレイドラプターズモンスターか、レイドラプターズモンスター1枚をデッキ墓地より回収することができる。レイドラプターズヒールイーグル。そしてゲート上にレイドラプターズモンスターのみの場合、ヒールイーグルは特殊召喚をすることができる。現れよレイドラプターズヒールイーグル。そしてレイドラプターズヒールイーグルとレイドラプターズペインレイニアスをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン。現れよレイドラプターズワイズストリックス。ワイズストリックスのリンク召喚成功時効果発動。レイドラプターズワイズストリックスの効果によりデッキよりレベル4超重毒闇属性モンスター1体を効果を無効にし特殊召喚をすることができる。これによりレイドラプターズ、いやレイダーズウィングか、レイドラプターズカードとしても使うレイダーズウィングを特殊召喚。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、冥府の猛禽よ、闇の眼力で真実を暴き、鋭き鍵爪で栄光をもぎ取れ。エクシーズ召喚開いてよ、ラック4レイドラプターズフォースストリックス。フォースストリックスのモンスター効果発動。オーバーレイネットを1つ使い、敵より闇属性超重毒モンスター1体を手札に加えることができる。これにより俺は手札に加えるのはもちろんシンキングレイニアス、レイドラプターズシンキングレイニアスを手札に加えさせてもらうぜ。そしてレイドラプターズワイズストリックスはフィールド上のレイドラプターズエクシーズモンスターが効果を発動した場合、デッキよりランクアップマジックをセットすることができる。このカードはセットした段でも発動することができる。速攻魔法であってもな、俺が手札にデッキよりランクアップマジックソウルシェイプフォースをセットさせてもらう。そして墓地のレイダーズウィングの効果を発動。フィールド上のオーバーレイユットを一つ使い、このカードを墓地より特殊召喚。ちなみにレイダーズウィングは、素材になっている場合、素材になっているモンスターは効果の対象にならないという効果を持っている。そしてレイドラプターズシンギングレイニアスを特殊召喚。このカードはエクシーズモンスターがいる場合特殊召喚をすることができる。そして力を借りるぞ言うと、俺はレイドラプターズワイズストリックスを、レイドラプターズフォースストリックスをリンクワーガンセットサーキットコンバイン。現れよファントムライスラスティーバラディッシュ。さらにラス先にランクアップマジックか、マジックカードランクアップマジックソウルシェイプフォースを発動。墓地のレイドラフターズフォースストリックスを特殊召喚し、そのモンスターのランクより2つ高いモンスターをエクシーズ召喚扱いで特殊召喚する。誇り高きハヤブサよ、英雄の地上に染まる翼ひるがえし、革命の道を突き進め、ランクアップエクシーズチェンジ。現れろラックラックレイドラフターズレボリューションファルコン。ラスティーバルディッシュの効果発動。ラスティーバルディッシュは、エクシーズモンスターが、リンク先に特殊化された場合、相手フィールドのカードを破壊する効果を持っている。そしてレイドラプターズレボリューションファルコンの効果発動。一旦に一度相手フィールドのカードを破壊し、そのモンスターのも攻撃の半分のダメージを相手のライフに与える。くたばれレイドラプターズワイズストリックス。そしてレイドラプターズレボリューションファルコンの効果発動。一旦に一度このカードのエクシーズ素材を一つ取り除き、このターンこのモンスターは全ての特殊召喚されたモンスターに一度ずつ攻撃をすることができる。そして、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、冥府の猛禽がどうのこうの、レイドラプターズフォースストリックス。そしてレイドラプターズフォースストリックスのモンスター効果発動。オーバーレイネットを一つ使い、
また再び敵よりレベル4超重毒モンスター一体を手札に加えることができる闇属性のレイドラプターズストラングルレイニアス。さらにレイドラプターズストラングルレイニアスの効果発動。このモンスターはフィールド上に闇属性エクシーズモンスターが存在する場合特殊あ違う、闇属性がいる場合特殊ができる。そして効果発動はランクアップマジックを発動しなければいけない。ランクアップマジックファントムフォースを発動。ファントムフォースの効果により墓地から闇属性モンスターを任意の数除外し除外した数だけフィールド上のモンスターをランクアップさせることができる。俺は墓地から闇属性モンスターを3体除外しフィールド上のレイドラプターズフォースストリクスのランクを3つアップさせる。ランクアップエクシーズチェンジ現れろレイドラプターズアーセナルファルコン。そしてレイドラプターズストロングルレイニアスの効果発動。墓地のレイドラプターズレイダーズウィングを特殊召喚。そして2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。漆黒の闇よりグトンなる力に抗う反撃の牙今降臨せよ。エクシーズ召喚ラックヨンダークリベリオンエクシーズドラゴン。ダークリベリオンエクシーズドラゴンのモンスター効果発動。このカードのエクシーズ素材を2人取り除くことによりフィールドのモンスターの攻撃力をこのモンスターに吸収するトリーズンディスチャージ。そしてアーセナルファルコンの効果発動。デッキよりレイドラプターズモンスター1体を特殊召喚することができる。現れよレイドラプターズネクロポルチャー。そしてレイドラプターズネクロバルチャーのモンスター効果発動。レイドラプターズネクロバルチャーはフィールド上のレイドラプターズモンスター1体をリリースし墓地のランクアップマジックを回収することができる。この効果の発動後ランクアップマジックの効果でしかモンスターを特殊召喚できない。そしてレイドラプターズアーセナルファルコンの効果究極思考の早めさよ。あまたなる友の意志を継ぎ勝利の天空へ飛び立てランクアップエクシーズチェンジ現れろラクシュレイドラプターズアルティメットファルコン。レイドラプターズアルティメットファルコンのモンスター効果発動。このカードのエクシーズライトの時このターン相手は効果を発動することができない。そして攻撃力が1000ポイントダウンする。ファントムナイツラスティバルディッシュのモンスター効果発動。デッキよりファントムナイツモンスター1体を墓地のフリーファントム魔法トラップカードを1枚デッキからフィールド上にセットすることができる。これによりレイドラプターズファントムクローをセットさせてもらうぜ。そして墓地のファントムナイツサイレントブースの効果このカードをゲームから除外しファントムマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。これによりファントムフォックブレードを手札に加えさせてもらうぜ。バトルだ破れた者たちの意志を継ぎ全ての敵を殲滅しろレボリューショナルエアーライド。レボリューションファルコンの効果は戦闘を行う特殊化されたモンスターの攻撃力をゼロにすることができる。そしてこのモンスターは全てのモンスターに一度ずつ攻撃をすることができる。司令レボリューショナルエアーライド。これが最後だ。行けダークリベリオンメキシスドラゴンの攻撃反逆のライトニングデスオベイ。これがレイドラプターズファントムナイツデッキだ。先行はいただいた俺様の先行制圧って見せてやる。墓穴あるんで勝ちましたね。バニシングレイニアスを召喚。そしてバニシングレイニアスの効果を発動。バニシングレイニアスは手札よりレイドラプターズモンスター1体を展開することができる。ちなみになんですけども、レイドラプターズファジーレイニアスっていうすごく展開しやすいモンスターがいるんですが、私宗教上の理由でレイドラプターズとファントムナイツ両方とも出したいんで、ファジーレイニアスの縛りがきつすぎてレイドラプターズしか出せないっていう、抜きました。はい、レイドラプターズしか出せない縛りがちょっとうざすぎて抜きました。だからちょっと若干展開力が落ちております。展開力が落ちているがいるがといったところ、まあ、そんなに難しくない。そしてレイドラプターズネストの効果によりレイドラプターズヒールイーグルを手札に加わさせてもらうぜ。そしてレイドラプターズモンスターのみの場合このカードは手札から特殊召喚をすることができる。そしてこいつレベル3なんでリンクストアにしかできないんですよ。
なんでこれちょっと初盤にね引いてリンクスターにするのが一番強い付け方だと思います。レイズラプターズワイズストリックスを特殊召喚。ちょっとさっきねあのごっこ遊びしたんで解説チックにいこうかなと思いますね。これはでレイズラプターズワイズストリックスは特殊召喚に成功した場合、闇属性超持続レベル4モンスターを効果を無効にして特殊召喚できるという。でレイズラプターズレイダーズウィングここで出してくださいと。でレイダーズウィングは、墓地からねエクシーズモンスターの素材を使うとあの特殊召喚できるんですよ。なのでレベル42体で、まあ、フォースストリックスを出しますと。この汎用なんですけどね。で、レイドラプターズフォースストリックスの効果を発動し、ここで切るのは、レイダーズウィングにしてもらって、でレイダーズウィングの効果で墓地から蘇生させるっていう感じですね。で、あとは、ここで持ってくるのはシンギングレニアス。これはレイドラプターズ、あ、間違えた、エクシーズモンスターが存在する場合特殊召喚できるよっていう効果になってるんで、でワイズストリックスはレイドラプターズのエクシーズモンスターが効果を発動するとデッキからランクアップマジックをセットできると。でこれでソウルシェイフォースをセットで、レイダーズウィングの効果を発動。レイダーズウィングの効果によりレイドラプターズフォースストリックスの素材を1個切って特殊召喚、これが発動したいんで、さっきレイダーズウィングを切る必要があるっていうことですね。で特殊召喚していく。でシンギングは特殊召喚できるエクシーズモンスターがいるんでね。でここでラスティバルディッシュをワイズとフォースストリックスを素材にして作る。はい、でラスティバルディッシュを特殊召喚。はい、でここでランクアップマジック、ソロシェイブ放送はそう、墓地のレイドラプターズフォースストリックスをライフを半分にしたことによって、特殊召喚しながらそのランクよりも2個高いモンスターを特殊召喚するよっていうことを持ってるん でここで、レイドラプターズ、あ、ちなみにここ本当だったら、インフィニティが出ます。はい、普通であればちょっとフリー体制なんでエアレイドくらいで許してあげようかなって思いますけどここ本当だったらインフィニティが出ます。サイバードラゴンインフィニティ、ね、ここで使っとかないと、間違いない、危ない、ここで使っとかないと、この後ね、闇属性縛りをね、つけるね、展開をするんで、なんで、ここで、まあ、インフィニティ、光属性ですね。光属性モンスター出しといて、で、その後、闇属性縛り、この今、手札に引いてるストラングレニアスってやつを出すんですけど、これをね、展開していくっていう、まあ、感じですね。で、デッキから、ここで、ランクアップマジック、ファントムフォースを手札に加えていくと。これ、ファントム、サイレントブーツが、手札引いちゃった場合は、特殊召喚手札からして、でラスティバルデッシュ割ればいいです、ね。ここで。割っちゃえばいいです、ここ。こうして、リンク先に特殊召喚、エクシーズモンスターの闇属性が、ね、出てくると、テーブルカード割れるんで、サイレントブーツ引いちゃった場合は、そうやってください。で、レイドラファーズ、フォースストリックスの効果で、オーバーレイヌイット、ここもレイダーズウィングですね。レイダーズウィングを墓地に送ることによって、ここで本当はストラングレイニアス持ってくるんですけど、もう引いてるんで、次の初動を持ってくればいいかな。バニシングかトリビュートか、どっちかですね。バニシングレイニアスか。で、どっちが先でもいいんだけど、ファントムフォースでいいか。ファントムフォース発動。これは墓地の闇属性をゲームから除外すると、その除外した数だけランクアップさせるよっていうフィールド上のね、闇属性エクシズモンスターの。で、これはまあ何でもいいんだけど、こうしといて、まあ、レベル4はね、残しとくといいです。墓地から蘇生するとかあるかもしれないんで。で、レイドラプターズ、フォースストリックスのランクを3つアップさせます。で、これで、レイドラプターズ、アースナルファルコンをエクシズ召喚。いや、ランクアップマジックで特殊召喚で、アーセナルファルコンは後で使うか。で、ストラングルレニアスの効果、闇属性のエクシーズ素材を持った闇属性モンスターがいると特殊召喚できるよ。で、素材を持った闇属性モンスターがいると墓地から、モンスターを特殊召喚できるよ。で、レイダーズウィング、レイダーズウィングは素材になってると対象にならないっていう、素材になってるモンスターが対象にならないっていう効果を持ってるんですよ。なんでここでダークリベリオンエクシーズドラゴンをちなみに出していきますと。これは、先行だと弱いんですけども、理由は後で説明するんですが、ランクアップマジックで、こいつをね、強いやつに変えるんですよ。相手ターンに。なんで、こっち出しておいてください。これ対象にならないんで、一応。で、アーセナルファルコンの効果。オーバーレイユニットも一つ使うと、デッキからレイドラプターズモンスター1体を特殊召喚することができるっていう効果ですね。で、これでネクロバルチャーを特殊召喚。これ、インフィニティがいる場合は攻撃表示出して吸っていいんですけど、インフィニティで。ネクロバルチャーが、インフィニティがいない場合は守備表示で。で、ランクアップマジック、ファントムフォースの方を回収してください。これ、速攻魔法で相手ターンに打てますから。速攻魔法で相手ターンにランクアップマジックしていきます。で、アーサルファルコンは、レイドラプター素材を持っているモンスターが、このモンスターが墓地を食らえると、エクストラデッキから、インチキエクシーズをすることができます。まあ、エクシーズじゃなくて、インチキランクアップはできます。これで、レイドラプターズ、アルテッドファルコンを特殊召喚していくと。これは何の効果も受けない最強モンスターです。で、カードを1枚セットして、
で、カードを1枚セットして、で、これで相手ターンにランクアップマジックをしていくっていう感じですね。でシェードバリブリガンダイン、出したところでエクシーズ召喚もできないんで、あんまり意味ないから、これはまあ温存しといて。で、レッドラプターズ、アルティメットファルコンの効果によって、相手フィールド上にモンスターがいないんで、1000ダメージ。エンドフェーズにね。こいつは素材を切ると、その素材を切ったターン、相手は効果発動できないっていう、まあ、超制圧効果を持ってるんで、はい、まあ、VFD みたいなもんですね。で、知らないのモノノベ召喚。モノノベ、何強いな。モノノベはちょっとファントムクロー止めるか。ファントムクローは、オーバーユニットを使うことによって闇属性のエキシスモンスターの、その発動したモンスターの効果を無効にして破壊するってカウンタートラップです。これめっちゃ強くて、カウンタートラップなんで、まあ、ほぼほぼね、この効果に遅延されることないんですよ。で、攻撃力を一応アップさせることができるんですが、これあんま関係ない。はい、破壊したモンスターの攻撃分ね、フィールド上のレイトラプターズのモンスターの打点をアップするっていう。ちなみにアルティメットファルコンはこの効果で、打点をアップしたところで意味ないです。何の効果も受けないんで。これ何同波スーラー、やばやばいカード入ってるやん。まあ、同波スーラーは墓穴で分からせましょう。これ本当はですね、インフィニティレイトラプターズじゃなくて、一番左のやつ影物来た。影物ちょっと破壊しよっかな。破壊しちゃおう。ランクアップマジック、ファントムフォース発動。ファントムフォースの効果により、墓地からさっきと同じですね、闇属性モンスターを1体ゲームから除外すると、ランクアップできますよと、フィールド上のモンスターを。で、ここで、ダークリベリオンエクシスドラゴンのランクを1個アップさせます。で、ここで出てくるのが最強モンスター、ダークレクイエムエクシスドラゴン。で、ダークレクイエムエクシスドラゴンは、なんと相手ターンに一度、モンスターの効果を無効にして破壊するっていう効果を持っています。ダークリベリオンエクシズラゴンが座りになってはいけないんで、だからさっきダークリベリオンエクシズラゴンを出しました。で、ラスティバーディッシュはリンク先に闇属性エクシズが出てくると相手のカードを破壊できます。あ、自分のカードももちろん破壊できるんですけど、セットいいでしょう。さすがに手数止まるよね、こんだけ動かれると。こんだけ動かれるとね。で、アルティメットファルコンの効果で、相手フィールド上にモンスターがいないんで1000ダメージ。エンドフェイズね。よしでですね、これどうしよっかな。かっこいいモンスター出したいな。かっこいいモンスターを出したい、できれば。何がいいかな。サテライトキャノンファルコン出したいんだけどな。サテライトキャノンは無理か。とりあえずレイドラプターズネストを発動。ネストの効果によりフィールド上にレイドラプターズモンスターが、2体以上存在する場合はデッキからレイドラプターズカードを1枚手札に加えることができるんで、これで、レイダーズウィングかなんか持ってきたらいいかな。なんでもいいな、これなんでもいい、なんでもいい。でですね、特殊召喚する。サテラティキャノンファルコンどうやったら出せるんだろう。ワイズストリックスか。ワイズストリックス出したところなんだよな。これはレイダーズウィング召喚して、でラスティバルデシュ君超重度になってくんねえかな。レイドラプターズ、その前にちょっとアルティメットファルコンとか使ってねえや、忘れてた。これ先で発動してから動いてください。必ず完全に忘れました。これではもう相手効果が届きないんで、もう妨害されることはありません。攻撃表示に変更して、で一応エクシーズするか。レイダーズナイトで出すか。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、レイダーズナイト。こういうことできますっていうのを一応ね、お伝えしておきますね。レイダーズナイトを特殊召喚していく。で、ラスティバルディッシュの効果によってまたその伏せカードを割っていく。はい。でですね、ツバクロの太刀か、あれ強いよな。で、レイダーズナイトは、レイドラプターズまたはファントムナイツまたはエクシスドラゴンモンスターを上に重ねてエクシス召喚できると。で、ここでアークリベリオンエクシスドラゴンをエクシーズ召喚、ランクアップ、エクシーズチェンジ、現れよ、アークリベリオン、エクシーズドラゴン。このモンスターは、アルティメット脳筋カードだぜ。このモンスターは、すべてのモンスターの攻撃権を放棄する代わりに、全モンスターの攻撃力を自分に吸収するということを持っています。つまり今、このフィールド上のすべてのモンスターの攻撃力を吸収する。ちなみに相手もなんで、これ相手のフィールド上にモンスターがいれば全部吸収します。で、こいつだけしかぶん殴れないという。そういう効果、バトルベイツ反逆のアルティメットデスオブイ。いやーおりゃーと、こういうことですね。回し方的には
の一番左のレボリューションファルコンエアレイドはだいたいインフィニティになってると思ってもらえば最強です。はい、